はいシリーズ「令和漁業法漁業権」今日はその2でですね、えー、定置漁業権ですねについてお話をしていきたいと思います。まず漁業権の種類ですけども、えー、これはですね昭和漁業法と同じく定置漁業権区画漁業権共同漁業権この3つがあるということは、えー、前回の、ね、ところでお話してます。で漁業権ととといいううのは、うん、何かというと 定置漁業を営む権利、区画漁業を営む権利、要は営む権利であります。その漁業を遊びではなくて、事業として営利目的を持って行う権利ということですね。えー、ということをまずね、ちょっと頭に入れてください。で今日はですね、このうちのです、ね、定置漁業権についてお話をしていきたいと思います。 で定置漁業権というのは、まあ、定置という言葉からわかると思いますけれども一定の場所にこう業務をこう置いとくということですね。業務網とかかそういういいものを動かさないで置いとく形になりますでそれを移動することはないということですね。でそういった定置業務を営む権利であって次に掲げる大規模の定置漁業ね。 えー、大きなあの規模の大きなものですねが定置漁業権となってそれ以外のまあ、いわゆる小型定置と言われるものはですね第二子共同漁業権とかですねあと知事許可漁業として扱われることになりますで定置漁業権となるものですけどもまず一つは南の設置場所の水深が27メーター以上のものということですね、えー、これ出ますかねはい これが定地漁業圏の網の概略図ですね。でえー、実は、ここがかき網といいます。このかき網に魚がこうぶつかって、で網沿いにこう沖に泳いでいって、そこにですね、まあ、このミアミと言われるものがあって、ここで捕まっていくということね。このミアミの水深が二十七メーター以上あるものを定地漁業圏といって、それより浅いものは小型定地。 になってしまうということですねただし例外があります、えー、沖縄というのは結構遠浅だもんですから、えー、15メーター以上でいいですよ逆にですね宮城の水深が深くても定時漁業権とならないものもあります一つは瀬戸内海におけるマスア漁業ですで、二つ目は六湾における落とし網漁業とかマスアミ漁業についてはこれは水深が深くても定時漁業権とはなりません でなぜ2 7ルということですけどもこれはですね規模からいってですね従業者6人以上を考えて、えー、それを推進で表現すると 27m、まあ、昔 6km ですかねそういったようなことになるというふうに当時の解説書には書いてあります。2番目、えー、北海道において酒を主な漁獲物とする定置網漁業ですね。 要は酒定地というものですけれどもこれは本州の場合は、ねえー、関係ないんですけど北海道においては水深の違和に関わらず浅いところでやる酒定地でも定置漁要件として扱います本州の場合は水深 27m 以上の酒定地だけが定置漁要件なんですけど北海道は水深に関係なく酒定地であれば定置漁要件として扱いますよということです、ね、でこれはなぜかというと当時の水産庁の解説書では 北海道では海の状況が内部内地と違って水深は浅いけれども押し出し距離が長くて網の規模が大きいというのがあるので先押しとして狙う網は水深のいかを問わず定置としましたというふうに書いてあります。で今日まとめですね。漁業権の種類は定置漁業権区画漁業権共同漁業権の三つがあります。 でその定置漁業権となるものは南の水深が27メートル以上の深いものですねただし例外がありましたよねということですねそれから北海道の酒定置こういったものが定置漁業権となりますよということを今日はお話ししていきましたということで、えー、本日のお話を終わります